ヨーガ PH ズヨーガパーキングエリアは東京都世田谷区の首都高速道路3号渋谷線上にあるパーキングエリアである。上り線のみ設置されておりヨーガ本線料金所を過ぎてすぐの左側に位置している。料金所手前にはパーキングエリア利用者は料金所の左側のブースを利用する胸の看板が設置されている。駐車場は高架上の本線に隣接している。 休憩施設は駐車場下の高架上に位置する。次、術のバス停留所からの降車客向けに、エレベーター経由で1階から、地上道路に出られる通路が設けられているが、出場のみの一方通行であり、入場はできない。所在地東京都世田谷区洋画4丁目260の37街ヨ洋画パーキングエリアバスオリバ PA 内に、高速バスの洋画パーキングエリアバス停が、 設置されている。東名高速道路首都高速3号、渋谷線ルートでの渋滞による到着遅延の回避を主眼として、20万1110月13日より、本 PA に校舎専用の高速バス停留所を設け、徒歩5分の位置にある東急田園都市専用外駅より、同線利用で渋谷駅までの各駅へ乗り継ぎができるサービスが開始された。乗り継ぎ動機は、 バス降車時に、洋賀駅から桜新町駅渋谷駅間隔駅までの区間を100円で利用できる乗り継ぎ券を発券する形となっていた。このサービスの対象となる高速バス路線は、サービス開始時点で以下の各地から東京駅または新宿駅に向かう路線であった。その後、対象路線は2018年2月時点で16車28系統まで拡大した。 サービス開始から約8年が経過し、利用実態が多様化している等の理由から、2019年9月30日利用分をもって乗り継ぎ乗車券の販売を終了したが、引き続き混雑時の用が PA での交車は可能となっている。なお、このサービス実施に先立ち、2010年5月21日から6ヶ月間の予定で実証実験が行われた。実証実験時は、 バス降車時に発見された乗り継ぎ券を、洋岩駅の出発窓口で乗車券に引き換える必要があった。首都高速道路での同種の実験は、2008年に実施され2009年4月から本格実施となった、八シパーキングエリア首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレス、八シ駅についでに例目であった。ありがとうございます。